それでは参りましょう。出発ローカル線聞き込み発見旅。一駅歩いて西滝沢駅に到着。目標まであと3つ。タイムリミットは午後6時。というか電車の時間や。そうよ。今何時これ？止まってる。危ない。びっくりした。びっくりした。1時13分。1時13分、ね。びっくりした。1時13分13分。で28分。28分や。危ない。うわいい感じ。あいいですね。いいそのままお願いします。そのままで。そのままでお願いします。行き先を決めずに乗車。隣吉沢駅が見えてきました。降りますか？さっきとあんまり変わらへん感じがあるな。そうですね。ここはもうスルー。スルーしよう。俺もなんか直感的にそう思った。こっち側はもうこんなんやんか。はい。半分しかもうないんで探すところが。吉沢駅はスルー、残す駅は終着、八島を合わせて2つだけ。もう多分着いちゃいます。どうします？さっきよりちょっと何もない感じになってもだな。でもここで降りるしかない。ダメですね、降りないと。よし、一か八か、二人はここで下車。終着の一つ手前、川辺駅。目標達成まではあと三つです。よし、駅前には人が見当たらず。ちょっと訪ねてみる。はい、再びお宅に突撃。鳴ってます。あ、すいません。こんにちは。すいません突然。はい、あの早速聞き込み。いろいろあると思うんだけどね。いろいろありそうですか。ものがな、残していくというあの頭上様があって、なんか緊張が悪くなるとおへそから水出るとかって、そういうのもあるんですよ。私もあんまり今名前わからなくて。そのお地蔵さんはどちらですか？いいですか？お母さんがお地蔵さんのところまで案内してくださることに。あ、そう、ありがとうございます。映画にして昼にしてだけ言うのは起こしちゃったんですよ。ごめんなさい。大丈夫大丈夫大丈夫だけど、すいません、びっくりしたっけな。5分ほど行くと、ここですか？あ、この中ですよ。これ、この中。わあ、古いですな、これも。おお、なんかすごいな。なんかちょっとすごいですよ。なんかね、思ってた以上になんか感じるよね、すごさを。ね、ちょっとあれへそかな、真ん中に。へそってか口ですね。中に絵が描いてあるんですよ。あ、そうなん。石に。か、なんか缶の、なんですか、股間のみたいな絵が描いてあって、これ今私顔みたいに見えてるんですけど、顔の真ん中なんですけど。あんまり。これって名前なんて言うんですか、こちら。お地蔵さんって言ったっけな、何が。ちょっと来て来て。
この町に嫁いできて50年以上のお母さんも詳しいことが分からず、近くのお宅にお話を伺いに。ごめんください。私、川辺駅で下車した2人、おすすめされたお地蔵様の言われは、近くのお宅にさらに聞き込み。ごめんください。私、ちょっと僕たち、こちらのお母さんがお地蔵さんの管理をしているそうです。あれがどういう言われがあるのかをね、教えていただきたくて。椅子の中ほどにお姿あって、はい、その部分だけ濡れることはあったんですよ、はい、汗かいたのみたいに、はい、でも梅雨時とか、はい、そういう時だけでなくて、こういういいお天気の、はい、そういう風になったりしたことはあったんです。口の部分みたいな絵が描いてあって、うん、足の部分がなんか濡れてるみたいな、砂糖とかそういうの舐めらせたりとか、なんか汚れてました。汚れてました、はいはい、そこに あれ黒砂糖の跡なんですか、甘党、うん、なんかそういう風にして、濡れてきたらそれを舐めさせるわけですか、うん、そういう話も聞いた。私も詳しくは分かんないけども、長野こう吸ってはあたりかな、絵みたいなの描いてあったの、そこのとこだけ濡れるんですか。の椅子全体でなくて、なくて椅子全体あっての中のこう人の形そのだけ、うん、濡れるの、濡れる、うん、うわー、それは何回も見たことはあるんだけど。見たことあるんですか。ありますか、うん、綺麗に。前はこっちの方の駅だったんですよ、はい、道路通る今度横になったもんだから今は見えなくなったんですよ。国道の拡張工事に伴い向きを変えて以来、濡れることがなくなってしまったお地蔵様、今では詳しいことを知る人がいなくなってしまいましたが、お地蔵様が濡れると悪いことが起きる前触れと言われ、口元に黒砂糖を塗って災いを遠ざけたのだとか。ちょっとちゃんとお参りして、はい、帰りたいと思います。ありがとうございます。本当にちなみにお二人は昔からお友達なんですか。みんなお友達、みんな友達、手繋いでる。いいな、こういうなんか近所のお友達みたいなないね。ない。今もね、人々が集まりお供え物をしています。名所登録8つ目はお姿が濡れる不思議なお地蔵様。じゃあお邪魔しました。村を守ってください。はい、あと1時間あります。あと1時間、はい、1時間5分。列車の時間までさらに聞き込み。行ってみますか。はい、こんにちは。ちょっとこの川辺町のことで教えてほしくて、ちょっとだけいいですか。すいません、開けさせていただきます。あ、涼しい。あれどうした。あ、奥が、あ、何、すいません、すいません、お邪魔します、すいません。こんにちは。名所を探してるんですね。名所ですか。はい、で今お地蔵さんを行ってきたんです。濡れるお地蔵さん、はい、他ってないですかね。この辺ではそんなにないと思うんですけど。ないですか、はい。この後僕たち屋島に行こうと思うんですけど、うん、屋島に行くといくつかありますか。あ、あります。そうですか。例えば、はい、何が、ね、駅のあたりにマツコさんっていう人がいて、はい、よくテレビも出てます。そうなんですか。そうなんですね。なぜそのマツコさんはそんなに有名なんですか。なんでって多分見ればわかります。見ればわかるんですか。見ればわかる。あればわかるんですか。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。隣の駅の人もパッて出てくる。、はい、八島に行けばとにかくマツコさん。マツコが待ってる。どんな人やろマツコさん。川辺駅に戻ってきました。終着八島駅を目指します。駅のあたりにいるマツコさん、一体どんな方なのでしょうか。こうゴールがちょっと見えてくるとちょっとだけ寂しいなって思い始めてんねんけど、ノロはどうなの。同じです。ほんま、はい、ちょっと寂しいよな。ちょっと寂しいですね。
最後の駅まで。これ最後の乗車だね。最後の乗車。列車がゆっくりと向かってきました。ゴールまでの最後の乗車。覚えとこ、この景色と、ね、な電車の感じ。してましたよね、本当に。どこ座る？前に行きます。あ、前行こうか。なんか最後なんで。いいね。ずっとこれでもよかったよな。いや、そう、前にやっぱ行く楽しみみたいなのってありますよ。あるね。うわー、いいなこの感じ。いいなぁ。うわ、飛んでる。あ、飛んでるやね。うわ、すごい。何ここ。すごい、アトラクションみたい。アトラクションみたい、本当に。うわ、あ、出るよ。爽やか。車庫みたいなのあるよ。うわー、ここが八島駅だ。全23キロの短いローカル線、今回の終着八島駅に到着。ありがとうございます。着いた、八島。着いた、八島終点。ただここで、はい、あと2箇所、はい、2つの名所を見つけないとダメです。そうです、はい、さあ、おすすめされたマツコさん、どこにいらっしゃいますかね。マツコさんって知ってる？あ、マツコさんってどこにいたの？なってるんですかね。よくお客さん来るときにすごい自分から話してたりしてて。へえ、なるほど。じゃあ僕たち今これ喋りに行っても大丈夫？大丈夫。あ、そう。ありがとう。ありがとう。はい、マツコさんに。じゃあ教えてもらった方へ行くと、あら、あの方かな。こんにちは。こんにちは。終着八島駅に到着した2人、おすすめされたマツコさんは、あら、あの方かな。こんにちは。こんにちは。すいません、ひょっとしてマツコさんですか？マツコです。マツコさん、マツコさん。八島に来たら、名所とか名物ありますかって人に聞いたら、まず出てきたのがマツコさんだったんです。はい、もう名物になっちゃってるわけです。かぶって待ってようかって思ってんだけど。どんな感じなんですか、それかぶると。やばなんでそれなんですか？なんか見に来る人いるのよ。マツコさんを？うん、うん、それで、うん、あの仮面かぶったらほういいんでねがってなったの。あっちの方と事務所と。それで今日朝から何回もこうやってやるんだけど。あ、マツコの部屋。あら、え？で、こういう風にお箱となって、はい、それは私考えて一番最初にやったの。お箱、え、今電車でね、たまにいますけど。今若い人がやってますけど、はい、うん、私が考えて最初に。あ、誰もやる人いなくて、私が唯一の女性だったのよ。唯一？はい、まあ事務所に一人だったけども、まず、うん、へ、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。職員の方で女性はマツコさんだけだったんですか？私職員でないから。職員じゃない？うん、私が勝手に。もともとは八島駅に併設されていた旅行会社に勤めていたマツコさん。会社が撤退したのを機に、ここで自ら売店を営むようになりました。マツコさんの人柄に惹かれ、遠方から来て人生相談をする人もいるそうです。まず私はここ電気つけておきたかっただけ。ここのスペースを暗くしたくなかったんですね。そうそう、素敵な話。それだけでずっといるの。電気消せば真っ暗なんだよ、ここ、はあ、消してみて、そこのお兄さん。そこパッ消しますね。ああ、消しますよ。ああ、ほら、真っ暗。つけて、
つけて。あ、嫌なんだ。嫌なんだ。明るい方がいいでしょ。つながりめっちゃ嫌いですね。めっちゃ嫌いですね。失礼ですけど、すごく失礼ですね。71です。うわー、お元気。早い。年はかぶさない。4引く2は9つ目は、八島駅名物、松子さん。目標達成まであと1つ。何かこの街で、ここの街行った方がいいとこってありますか？うん、いっぱいあるんだけど、ね、いっぱいある。うおー、頼もしいな。楽しみだ。いっぱいあるけど何がいいんだろうね。茅葺き屋根のお寺でさっきの人も見てきて、とっても良かったって言って、そうですか、寄っていきましたので、そこはいいと思います。龍源寺。龍源寺、うん。マツコさん、オリジナルのマップで道案内してくださいました。駅、こう出れば、ここ歩いていくのね。新品さんあるからこう回ってくる。天寺酒造さん、酒屋さんあります。酒屋さん、出た。これを登ると、ここに小学校あって、ここがお城の跡です。おお、お城、229年続きました、生駒の殿様の生駒、生駒家でね。これが龍源寺さん、殿様の菩提寺。うん、はい、見ます。あ、ありがとうございます。松子さんも行きます？行かないかな。行かない、うん、行かないか、ここで、うん、私はここでもう陣取って待ってるの、お客さん。行ってきます。ありがとうございます。なんかいいところに来たっていう気持ちになれるな、うん、ああいう人がいると、はい、やっぱね、人との触れ合いはとっても大切ですね。ね、まず、はい、天寿、はい、酒造、うん、酒屋さん、はい。タイムリミットまであと2時間ほど。道中にあるという酒屋さんに寄り道するようです。あ、鳥海山。ああ、私が昨日飲んだやつ。これやんか。昨晩野呂さんがいただいたお酒を作っている酒蔵だったんですね。こんにちは。こんにちは。ここで作ってるお酒って、はい、この天寿ってやつなんですか？はい、天寿と鳥海山。鳥海山も、はい、これ昨日お食事の時に飲ませていただいて、はい、すっごい美味しかったんですよ。ありがとうございます。東海山があるので、はい、山の手元の、はい、まあ、水も、水でその伏流水と、はい、その水で育ったお米と、はい、で作って、まあ、まあ初めて東海山。うわあ、じゃあ全部それが揃って初めて東海山。そうですね。で、すごい柔ら、水が柔らかい軟水のお水なので、お酒も柔らかくて。明治7年創業の天寿酒造。酒造りは米造りからをモットーに、地元の農家さん協力のもと、蔵人たち自らが栽培したお米を使い、こだわりのお酒を作っています。2種類。ありがとうございます。2種類、天寿と。すごい。うわ、嬉しい。終着八島駅で10個目の名所登録を目指す2人、酒屋さんにちょっと寄り道。2種類。ありがとうございます。2種類、天寿と。すごい。うわ、嬉しい。最初に試飲させていただいたのは、蔵の名前を背負う天寿の生酒。いただきます。口当たり滑らかなんだけど、はい、まあ、後味がそんなに残らないで、スッと消えたの、ね、消えていく。だからこれいくらでも飲んでしまいそうです、ね、ここに来ないと買えない。飲みたいです。こちらのお店でしか買えないという鳥海山の生酒。あ、あの最初の口当たりが全然ちょっと違うというか、パキンっていうよりかはもっとこっちの方が滑らかに感じるんですけど、うん、あのいいウイスキーと一緒で、あの舌の上に乗った時に、あのパッと広がらずに一回ストンと座ってからなんかゆっくり広がります、ね、はい、そうです。味がしっかり舌にね、長く感じれるというか、めちゃくちゃ美味しいです。余韻がいいですね、はい、僕もこれ。二人ともお土産を購入。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。あとはもうここ登ってお城の前通って龍源寺。はい。あ、ここ八森城跡。
八森城跡ですよ。これが八森城とも呼ばれる八島城は、かつてこの辺りを治めた生駒氏の陣屋でした。今も残るお堀、そして跡地は小学校になっています。こっちや。さあ、マツコさんおすすめの龍源寺はそろそろです。え、はい、こんにちは。あら、かわいい。かわいいな。前髪切りすぎたんか。前髪切りすぎたんか。こんにちは。こんにちは。え、これ今二人何年生？4年生。ああ、そうかそうか。お茶と姉ちゃんな。あの、お寺に行こうもて、龍源寺って知ってる？あ、はい、知ってた。そう。急に上がったな。こう行って、うん、曲がれば、うん、すぐ目の前。どこ？どこ？ここ。ここ曲がったらすぐあんねや。はい。分かった。目の前。目の前？あ、近いんだ。ほんまや。ほんなら行ってくるわ。はい。頑張ってね。バイバーイ。かわいい。かわいいな。みんななんかちゃんと教えてもらった方へ曲がると、おお、曲がればそこに龍源寺、十箇所目でございますね。ちゃんと着きましたよ。撮影です。あ、そうや。撮影の許可がこれでもし取れなかったらダメだ。その時どうしよう。その時他の名所に行かないとダメなんだけど、結構主要なところ寄り道してきたっていう。行ってしまった。行っちゃった。じゃあちょっととりあえず行ってきますわ。急に焦ってきた。やば。うわ、めっちゃいいお寺。タイムリミットまで1時間、撮影交渉の結果は OK。 出ました。出ました。快諾していただきました。はい、ありがたいね。すごいいいですね。これ茅葺き、うん、のお寺。お寺、もともとは江戸初期に創建された龍源寺、戊辰戦争で焼失してしまったため、現在のお堂は明治16年に再建されたもの。ありがとうございます。うわー、立派な。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。お堂の奥へと案内していただくと、うわー、こんな奥入ったことないお寺の。うわー、うわー、すごい。こちらがお殿様の歴代のお殿様。あ、これ全部。これ歴代のお殿様。この地を治めていた生駒氏の歴代12名の藩主が祀られています。うわー、なんか初めて見たこういうの。このお写真の方が生駒家最後のお殿様です。明治維新の時の。お若かったんですね。まだ10代。10代、なんとわずか7歳で藩主となり、戊辰戦争などの難局を乗り切ったそうです。あの、20歳になる前からさ、そういう激動の時に殿様をやったって。はい。名所10個目は八島藩主の菩提寺龍源寺。無事目標達成。さあ10個、はい、達成。やったー。イエーイ。よいしょー。体力的にはもう限界なの。限界は頑張ったの。頑張った。そう、頑張ったのは頑張ったんですよね、うん、ただそれより充実した気持ちのが、うん、なんか澄み渡る、清くなる、パワフルみたいな、うん、その気持ちが勝っちゃってて。そうですね。なんかね、近くでのろかいをずっと見てて、だんだんとね、悪が抜けていった感じ。悪が抜けた。やだ。悪が出ました。どんなエンディングやねん。今悪が出たの。出会いの数だけ名所あり、たくさんの触れ合いは温かい思い出。人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。